メレディス・ウィルソンメレディス・ウィルソンはアメリカ合衆国の作曲家アイオワ州メイソンシティ出身ニューヨークのフランクダム・ロッシュ音楽芸術研究所で学ぶフルートとピッコロの奏者として1921年から1923年まではジョン・フィリップ・スーザーの楽団の 1924年から1929年までは、アルトゥーロ・トスカニーニのニューヨークフィル・ハーモニックのメンバーであった。その後サンフランシスコに移住し、KFRC ラジオのコンサートディレクター、ハリウッドのナショナルブロードキャスティングカンパニーラジオの音楽監督を務めた。この間、アカデミー作曲賞にノミネートされたチャーリー・チャップリンの独裁者などの映画音楽を書いている。 第二次世界大戦中は AFN で勤務した。最も有名な作品のミュージックマンは1957年にブロードウェイで上演され、1962年と2003年に二度映画化された。40曲を超える歌が書かれたこの作品には8年の歳月をかけて30箇所以上の修正が行われた。本作の挿入歌ではソニー・ロリンズ、ペギー・リー、 ビートルズが取り上げたティルゼアオーズユーが有名。第2作のミュージカル、不沈のモリー・ブラウンは1960年から1962年にかけて上演され、1964年にはデビー・レーノルズ主演で映画化された。3作目は34丁目の奇跡の映画タイトルで知られているヒアズ・ラブで、最後の4作目はコロンブスの航海に勇士を試みる。 1491である。クラシック音楽の作品には、公共曲第1番、サンフランシスコ公共曲第2番、カリフォルニアの殿堂があり、巧妙なメロディーと複雑なオーケストレーションが評価されている。ありがとうございます。